stepped into my life, such a magic feeling. When you tore down my walls, I wish I could go back to right before you told me. I'd try to change it all, but look at us now. Could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now. This is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. Strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. I just know things will never be the same. We're like strangers again.皆さんこんにちは、アンダーウォータークリエイターの重野です。今回の Vlog はですね、すべてミシーズのくもみというポイントで撮った映像で作ってます。このですね、くもみっていうポイント、僕の YouTube でも何回も紹介してるんですけども、まあ、伊豆半島屈指のですね、地形ポイントとしてですね、結構ですね、ダイナミックな洞窟があったりとか、まあ、光が差し込むところがあったりとか、いろいろこう、面白いよっていう紹介をしてきたんですけども、今回実はですね、僕もくもみに通って7年になるんですけども、初めて潜るポイント。普段潜るポイントからですね、さらに南にですね、ボートで行くこと10分ぐらいであるですね、もう完全外洋ポイントの沖の根というところに戻ってきたので、僕もちょっと初めてなので、まだちょっと興奮冷めやらぬ状態でこの動画撮ってるんですけども、本当に面白かったので、ちょっとその魅力をですね、せっかくなので解説していきたいと思います。潜ったことあるよって方多いと思うんですけども、この沖の根っていうポイントですね、知らないよって方結構多いと思うんですけども、実は僕もですね、ずっとその一人で、なんとなく沖の根っていうのがあるのを知ってたんですけども、やっぱりくもみはですね、地形をこう潜りに来るイメージが強かったりとか、あとはですね、普段潜ってるポイントからですね、かなり遠いので、あんまり忙しい時っていうのは行けなかったりとか、朝一潜ってるチームがあったりとかでですね、そんなにここまで機会に恵まれず、まあもちろんですね、スキル的にですね、流れが強くかかることもあるので、うまいダイバーでしか行くことができなかったりもするので、なかなかチャンスがなかったんですけども、今回たまたまですね、くもみに潜りに行ったらですね、濱家ダイビングサービスさんがですね、沖の根行くけど行くって誘ってくれてですね、なんとですね、2ダイブ潜ってきました。行ってみた結果はですね、まずとにかく透明度がめちゃくちゃ高かったんですよ。このタイミング、黒潮がすごくいい感じに入ってきてる時期に、透明度たち30メーターぐらいあったんじゃないかなっていうぐらい透明度がすごく良くてですね、水深下50メートル、60メートルぐらいからですね、ぐーんって伸びた大きい根の周りで潜るんですけども、エントリーした瞬間にですね、その水深50メートルの底がですね、見えるぐらいめちゃくちゃ綺麗ですね。もう、ここ、本当に伊豆っていうようなですね、透明度でですね、めちゃくちゃまず入った瞬間に感動しました。次にですね、やっぱりすごかったのは魚影なんですよね。今回あんまり流れがなかったので、岬がですね、本当竜巻のようになったりとか、ギュッて固まるですね、ようなことはなかったんですけども、それでもですね、こう岩に沿ってですね、川のようにこんな感じで岬がですね、ずーっと流れていたりとかですね、とにかく量はすごいので、時々こう、グッて動き出した瞬間の迫力がものすごいです。本当に川のように流れていったりとか、岩をですね、伝う水のように遺跡が沿ってこう行くので、その光景がものすごく感動しました。あとはですね、まあ、遺跡のですね、ずっと湧き上がってくるようなこういうところとかもあったりしてですね、ここにカメラをこう、GoPro でなんですけど、こう置いてみたりとかして、すごいいい映像が撮れました。他にもですね、白子台がですね、こんな感じにソフトコーラルが出てとにかく魚影濃くてですね、まあ、今回透明度に恵まれたっていうのもあるんですけど、めっちゃ面白かったです。あともう一個ですね、地形のダイナミックさっていうのもすごくてですね、まあもちろんそのですね、50メーターからグンって伸びてる、そのネジ体の迫力もものすごいんですけども、まあ浅場がですね、こんな感じでキラキラしてる綺麗な光景が見れたりとかですね、あとはですね、ちょっと深い方、北斗が25メーターぐらいのネジなんですけども、ものすごくですね、綺麗にこう柱状設立していって、溶岩が冷え固まった時にできる、こういう柱状のですね、まあ、ギザギザした感じの地形なんですけども、まあ、これがですね、こんなにくっきり見れたり。
とかしてですね、めちゃめちゃ地形、まあ洞窟とかではないんですけど、そのダイナミックさでいうとめちゃくちゃ面白いなと思いました。今回の沖の根はですね、僕もですね撮影ではなくてですねガイドで訪れた際で、まあ、学生の子たちと一緒にこうダイブを楽しんだんですけど もうめちゃめちゃテンション上がっ てですね僕まで楽しくなるので、本当にすごいですね、いいシチュエーションで、ね、いいコンディションで潜るかなと思います。もちろん、ガイドなので攻めきれてみたいところだったりとか、撮影したのがですね GoPro1 本で撮影してるので、まあ、映像としてはですね多分一眼を持って潜ればもっともっとものすごい景色が撮れるなって思ってるとか、撮影だったらですねもうちょい攻めきれたなっていうところもあったので、これからがですねベストシーズン、伊豆半島はですねベストシーズンを迎える時期なので、魚影も濃くなって透明度も高くなってですね最高の時期なので、もう一回ぐらいはですね今年中にですねこの沖の根挑戦できたらいいなと思ってます。今回はですねスキルが揃ったりとかですね条件が揃わないといけない沖の根のポイントを紹介してきたんですけども、クモビはもちろんですね普通に地形ポイントがめちゃめちゃ面白いんですね。特にこの秋の時期透明度高いので、こういう24メーターのアーチですね、ソフトコーラルがこうモリモリ生えてて、そこにアゴユミでこうくぐったりするとですね、これ GoPro と RG ブルーで撮ってるんですけども、それでもここまでの映像が撮れたりとか、この光が差し込んでくるですね景色を見ることができたりとか、あとタグほどではないんですけども、朝はですねソフトコーラルと金魚花台がですねキラキラすごい綺麗なところ、こんな感じのところとかもあってですね、普通に潜ってもですねめちゃくちゃ面白いので、ぜひ皆さんもですねクモビの海を潜ってみてもらえるといいかなと思います。今回沖の根のポイントをですね連れてってくれたクモビダイビングサービス浜湯の皆様、本当にありがとうございました。まさかこんなに感動するとは思ってなかったです。クモビの海だいぶ知ってるつもりだったのに、まだまだ知らない景色があるんだなと本当に感動しました。このチャンネルではこんな感じでですね、僕が感動した景色をお届けしたりとか、皆さんがまだ見たことない世界をですねこう見に行きたいなって思ってもらえるようにですね、もっとダイビングがかっこよくワクワクするような情報を発信していきますので、もし気に入っていただけたら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではですね、ベストシーズンの伊豆の海、ぜひお会いしましょう。